どうもりゅうです。はい、日本の猛暑を霊感に導く男ということで巷で有名になっております。はい、今回ですね、 YouTube 初の食レポ動画の投稿です。お世話になったお店は群馬県伊勢崎市にある丸町という、定食屋です。はい、ここはですね、大学時代から僕もすごいお世話になっておりまして、まあ、メニューもこんな感じでずらっと、まあ、何でもうまいですね。何頼んでもうまいです。で、視聴者さんもね、多分お気づきかと思いますけど、まあ、YouTube ね、ネタないんじゃないかって、まあ、お気づきっていうかよく言われるんですよ。 YouTube もうネタないんですよねとか、まあ、ブログのネタも終わってきてますねとか。いや、そう、ネタってね、あれなんですよ、あるもんじゃないから、もう作るもんなんですよ、ネタって。もうサッカーのスペースと一緒、あるもんじゃなくて作るもの。はい、ということでですね、飲食店経営者が一番嫌いな厨房を移されるっていう今の、はい、時間帯になります。はい、もちろん許可取ってます。もちろん丸町の店長さんには、許可を取ってもらって、許可を取って撮影してます。はい、若干ね、難ある、滑舌に難あるけど、一旦唐揚げ挟みます。これ唐揚げね、めっちゃうまいですよ。これここ何頼んでもほんとうまいんで、ぜひね、伊勢崎市、いや伊勢崎市ならず群馬県に住んでる方は行ってみてほしい定食屋です。はい、だんだんもうつけ麺のあれベースが出来上がって、あ、もう茹で上がりましたね。全然ね、解説しなかった、食レポとか言いながら。はい、これあれザル、今の赤いつけ麺持ってましたね。で、これ湯飲みに、多分鶏ガラかな、これ。あ、茹できましたはい、シャー専用のつけ麺が出ました。赤いつけ麺税込み880円です。足元だけとかだっ、そうそう、でも YouTube 上大丈夫なの、シャー映ってもみたいなあれになってましたけど。はい、友情出演、友情出演で出ました。はい、つけ麺のつけ汁うまかったです。これはもうシャーがね、着てるこのコスチュームに似せた盛り付けなとなっております。8種類のね、スパイスを練り込んだ自家製麺でですね、非常に美味しかったです。ピリ辛で、中太の、まあ、縮れって感じですね。はい、いやー、まあでも2日間限定なんでね、今ねこれ投稿したところで皆さん行っても食べれないんですけど、皆さんの分まで食レポをしてきました。はい、すすってます、豪快に。誰も得しない映像。もともとつけ麺って、つけ麺が一番最初にできた時って、昭和の30年ぐらいなんだけど、その時って、昼さ、ラーメン屋が飯食おうと思っても、昼時にお客さん来て食えないじゃん。はい、で、自分で食べようと思っても、麺あげてからラーメン食べようと思っても、お客さん来たりするとダメじゃん。そうすると麺伸びちゃうじゃん。はい、それをこう洗って、湯飲みでつけて食べた。あ、そうなんだ。だ、食べづらくて、それが簡単。はい、まあ、これがつけ麺のルーツです。はい、長田のね、聞く姿勢にね、めちゃくちゃ皆さんも心打たれたかと思いますけど、はい、これはですね、七味、丸町専用の七味です。うわ、すごい炊き込むな。どんぶりかと思った。はい、どんぶりかと思ったと言われてますかね。どんぶりのようにいきます、いきます。うん、絶対に見返さない映像ですね、ここの部分だけは。はい、ごちそうさまでした。880円、赤いつけ麺、美味しかったですね、非常に。丸町さん、はい、覚えてください。まあ、他にもね、今後なんかやっていこうという思っております。ここで10秒相手にやれたら、はい、サービスでアイスコーヒーもいただきました。左に回すタイプです、左回りの、タイプです、僕は。はい、終わりです。はい、今回ですね、初の食レポ動画ということで、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ね、いいねと思った方はですね、グッドボタンを押してもらって、チャンネル登録もしていただけると幸いです。で、群馬編もね、多分今後続くと思うので、何卒よろしくお願いします。それでは。